アキレス・プリー・スターは、ブラジルのドラマー、ミュージシャン。ブラジルのヘビメタルバンド、ハンガーのドラマーで、元アングラのドラマーとしても知られる。1971年6月25日、南西アフリカ王朝で生まれる。4歳の時に、テレビでジャズのアンサンブルの演奏を見たのが、音楽に初めて触れた経験だという。1977年に、ブラジルに移住し、 1985年頃までは、サッカーに熱中していたが、同年のロックインリオフェスティバルを見て、ドラマーになることを決意。空き缶などを叩き始めて、後にドラムセットを揃える。当時から大きく影響を受けたドラマーは、アイアンメイデンのニコ・マクブレーンだという。地元のトロピカルバンド、スタイロリブレといったバンドで活動をしていくうちに、メタル界隈で、ブラジル全土で活躍するようになり、 2000年にメンバーの脱退劇があったアングラのオーディションを受け加入3枚のアルバムを残した後バンドメンバーとの対立やハンガーの活動に専念したいという本人の意思もあり2009年に脱退2010年10月マイク・ポート・ノイの脱退に伴い行われたドリームシアターの新ドラマーのオーディションの呼びかけに応じ参加マイク・マンジーにマルコ・ミンネマン ピーター・ウィルドア、バージル・ドナティ、デレクロティ、トーマス・ラングといった世界屈指のドラマー人と競ったが、結局マンジーニが公認ドラマーとして加入する運びとなった。当時アキレスはツアー中で、いくつかのライブをキャンセルしてまで準備に取り掛かったが、アメリカに入国するためのビザ取得の際に、トラブルに見舞われ、ジョン・ペトルーシー曰く、もう少しでここにたどり着けないところだったという。 2014年9月9日、プライマルフィアの公式サイトにてアキレスの加入が発表された。しかし、2015年6月、スケジュール面での調整と地理的な問題からバンドメンバーとしてやっていくのが難しいと判断した、との理由で脱退が発表された。2017年からは、米国のヘビーメタルバンド WASP の一員として活動。 速いテンポでもブレることのない、機械のように正確なドラミングが特徴。その一方で、ドラムソロ等では、ラテン音楽、ブラジル音楽の影響も垣間見える。ドラムセットはいかにも、テクニカルメタルドラマーらしい、ダックで組んだ2バスの巨大なセットで、左右に全く同じライドシンバルが配置してあるのが、ポイントとなっている。セットは、年々少しずつ、巨大化しており、 2008年頃からはシンバルが上から吊るす形となった。メーカーはメイペックス、シンバルはパイスティを使用。両メーカーとエンドース契約をしている。他には DW ペダルやプロ、マークスティック等を使用。ブラジルの音楽雑誌の読者投票では10年連続でブラジル国内の最優秀ヘビーメタルドラマーに選出されており、名実ともに ブラジルのメタル界を代表するドラマーであるアーカイブされたコピー2011年12月21日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年6月21日閲覧ありがとうございます